リチャード・キールはアメリカ合衆国の俳優。身長2メートル18センチメートル、体重143キログラムという巨漢で世界一巨体な俳優として知られる。主な役柄は007シリーズの殺しや上手役など。ギネスは申請しないと記録されないミシガン州デトロイト生まれ。その後ロサンゼルスに移住した。12歳ですでに現在の体格に達し。 バスケットボールの無敵選手として学校で活躍していた。20歳の時ウィリアム・コンラットに認められ、コンラット制作の TV ドラマ、風雲、クロンダイクでデビュー。ライフルマン、アイスパイ、受験記者コルチャック等に出演し、1961年に映画界に進出する。俳優家業の傍ら、不動産業も営む。1977年、007私を愛した。 スパイに上手役として起用される。1979年には、007ムーンレーカーにも続投。同じ殺し屋が、同シリーズ2作に連続して登場し、なおかつボンドに殺されなかったのは、後にも先にも、キールのみである。1992年、自動車事故で頭部に負傷し、平行感覚に影響が出たため、スクーターか車椅子を用いるようになった。 2014年9月10日、カリフォルニア州にて死去、74歳没。ありがとうございます。